テレビ漫画の還暦を祝いまして、当チャンネルで1年間通してやってまいりましたテレビ漫画大特集、いよいよ年末に参りまして、その長尾を飾る企画として、私の独自調査によるテレビ漫画ランキングという企画の遂行中でございます。これまで放送局、そして主題歌の作詞者、作曲者、歌唱者、誰が一番多いかというのを独自にカウントして発表してまいりました。で、ただいま現在は主演声優さん、ね、誰が昭和のテレビ漫画において一番多くの作品で主演を務めているかというのを調査しました。まあ、私の独自カウントですけどね。なので参考程度に、見ていただければと思いますけど、さて本日は第5位の発表でございます。いよいよベスト5に入ってまいりました。第5位の方はですね、この方でございます。井上和彦さんですね。井上和彦さん、11番組やってらっしゃいます。10番組やって同点6位のお三方は皆さんベテランでしたけど、まあ、井上さんももちろん今ではベテランなんですけど、そのお三方と比べるとちょっと経歴が新しくなるっすね。だから最初、一番最初の主役が超合体魔術ロボ銀カイザーなんですけど、ね、これも昭和50年代に入ってからの番組なので、他のお三方に比べると、まあ、経歴が新しくなってきてるなという感じがします。この銀カイザーで白金五郎役を演じたのがおそらく最初の主役なんではないかなと思いますね。まあ、白金五郎一応主役ではあるのですが、割とずっこけた感じのところもあるっていう役柄で、まあ、後々の井上和彦さんの役柄とつながっていくっていうかね、もう最初の段階でそういう役を得ています。で、次がサイボーグ009。これはカラーで作られたリメイクの方のね、昭和リメイク版の009で主役ということですか。島村ジョーですね。009こと島村ジョー役でございます。そして次がとんでも戦士ムテキング。これがタツノコプロのずっこけヒーロー路線ですかね。タイムボカンから続く、まあ、ヒーローものを大別すればヒーローものっぽく作っているんだけども、まあ、全体的にギャグ漫画になってるっていう感じのね路線で、それで主役の結城凛という役をやっておりますけども、まあ、この結城凛という少年かな、少年だと思うんだけど、彼が変身してムテキングになると。だから結城凛の時は少年みたいな感じで、まああまりねそんな冴えた感じではないんだけども、ムテキングになるとかっこよくなるっていう、まあだからこれも2枚目3枚目合わせ持つみたいな役柄だと思います。それから次が百獣王ゴライオンですね。これで小金明、黄金の明と書いて小金明くんを演じております。次に太陽の牙ダグラム、これで主人公のクリン・カシムを演じてますね。クリン・カシム、まあゴライオンとダグラムについては多分これ2の線なのかな、2枚目路線なのかもしれませんね。で、次がおかわりボーイスターザンス、ね、スターザン S と書いてスターザンス、まあターザンのパロディーつうかな。これもタツノコプロさんの大別すればヒーローものっぽく作っているけど実はギャグ漫画という路線ですね。タツノコさんお得意のやつですね。で、まあムテキングに続けてスターザンスでも主役を演じているわけですが、やっぱりムテキング同様こちらもね二面性を持ってるヒーローです。スターザンスはね、活躍するときはすごいかっこいいターザンみたいな感じですごくかっこいい、まあ、ヒーローなんですけど、女の子、自分が好きな女の子の前だと途端にこう顔も崩れるし、当然それに合わせて声も崩れるみたいな二面性のある役なんです、これもね。で、次が青木流星 SPT レイズナー、これはもう本格的なロボットアニメなので、これのエイジという役をやっております。エイジ、本名はなんだ、アルバトロナルエイジアスカっていうらしいんだけれども、まあ通常エイジ呼ばれていた。
エイジ役ですね。それから次が忍者戦士飛び影。これもロボットものですけどね、まあ、忍者の要素が加わったなぜかね、そういうロボットものですけども、それでジョーマヤ役ですね、主役のジョーマヤ役をやっております。まあ、この2つは本格的なロボットものだと思いますね。でもう一つ、昭和アホ増資赤抜け一番、これはまあ完璧なギャグ漫画でございますね。でレイズナー、飛び影、赤抜け一番の3つに関しましては全て昭和60年なんですよ。だからこの昭和60年は井上和彦さんの声優人生において一番の当たり年だったのかもしれませんね。主役を3つ演じてるということですね。まあ時期が重なってない時期もしかしたらあるのかもしれないけど、まあ60年開始ということでは3番組でございます。赤抜け一番は本格的なギャグ漫画、他の2つはわりかし本格的なロボット漫画ってことですからね。だから赤抜け一番ではずっこけな声おおむねね、ただ主人公、あそう、赤抜け一番の主人公は丹根幸次郎って言うんですけど、まあ、幸次郎はまあおおむねずっこけてる時が多いけど、やっぱり真面目な顔すると2枚目だったりするので、まあ、2枚目の声も若干入るってことで、まあ、これも二面性の主人公っていうことになりますかね。で翌年になるとマシンロボクロノスの大逆襲という、これもやっぱり本格的なロボットものなので、それの主人公のロムをやっております。ロムストールですね、ロムの役をやっております。で最後、昭和ギリギリの昭和63年になりまして、おいしん坊が入ってきます。おいしん坊の主役であります山岡四郎というね、まあ、新聞記者でありながら、まあ、ものすごい舌が肥えていてっていうね役でございますね。でこれで11番組ですね。もう先にご紹介したお三方、ベテランお三方を見事にこの短い間っつうかな、そのお三方の経歴よりは短い間にそれを上回ってしまったわけですけども、まあ、その一番の理由は何だろう、やっぱりロボットものの全盛期にボンと出てきてらして、新しい声が欲しかった時期なんでしょうね。ロボットもののアニメの制作者がなんかこうヒーローを演じられる人が限られてきててっていう感じがあったところに、新しい2枚目の声ができる人、しかも3枚目の声もできるっていうんで、ね、ロボットものも幅広いですから、いろいろ作られてますからね、ということで重宝されたのかなと思いますね。まあ、ざーっと見るとそうですよね、やっぱりSF、 大別すると SF ものがほとんどですね。SF あるいはロボットものがほとんどで、まあ明らかに違うものっていうと赤抜け一番、もうこれ完璧なギャグですからね。それからおいしんぼですか、これはまあ日常漫画って言いますかね、そういうものですので、まあ、この2つを除くと大別すると SF 作品が多いということで、だから最初の方でね、女性声優の方が意外と有利かも、カウントを増やすにはっていうふうに言いました。なぜならばその女性声優は子どもの声とか男の子の声とかできるんでね、だからカウント数で言うと女性声優の方が有利かなとも思ったんですけども、意外とその男性声優さんもたくさん入ってきて上位の方に、それっていうのはやっぱり一時期ロボットものが魚の竹の子のごとく作られちゃったっていうことで、でロボットものの主役ってなかなか女性ってならないじゃないですか。そこが非常に大きかったのかなという気がしますね。